私の名前はサーホマルです。日本代表です。2011年のドイツのワールドカップの決勝です。で、掲げているのはその時には想像はできなかったんですけれど、入場する時にそのトロフィーを見ながら、あ、これ欲しいって思って入場しました。本当に明るいニュースもない中で、本当に皆さんに、日本にいる皆さんに応援していただいたっていうこともあり、すごく背中を押されて、本当に皆さんの力にで勝てたかなと思ってます。触った瞬間は、もう私が本当にサッカー人生もう本当約30年やってきて、で代表では本当20年近くやってきた、本当に涙あり笑いあり、本当に苦しいこと全て含めて、楽しいこと含めて全て詰まったトロフィーだったので。私の名前はサーホマルです。これが私の FIFA 女子ワールドカップです。